アキライシアキラ12月4日は中華民国の政治家、教育者。別名は純末。中国同盟会以来の革命はじめしで、中国国民党では反共右派の西山会議派に属し、南京市長も務めた。字は青。湖北省公衆不幸国軍の人。はじめは旧学を学び、1903年に巨人となる。この頃、 巨星や田切と知り合い、革命派の同志となった。1904年、官費を得て、フランスに留学し、海軍学校に入学したが、在学中に、同級生たちと学校が秘蔵していた地図を盗み取ろうとする事件を起こして、国外追放となる。そのため、イギリスへ渡り、ロンドン大学で学ぶことになった。1905年、孫文が結成した中国同盟会に加入した。 1911年に帰国している。1912年、中華民国臨時政府が南京に成立すると、石明は同政府秘書に任命され、全国の禁煙事務を総括することになった。同年3月、同盟会が公開政党となったことに伴い石は、幹事10人の一人として起用され、翌月には、同盟会湖北分会会長となる。同年末に、 総教人の国民党に加入し、衆議院議員に当選した。しかし翌年の第二革命で敗北して、遠征外の北京政府から指名手配を受けることになり、イギリスへ逃亡している。イギリスでは、バーミンガム大学に入学し、夜金学を9年間学んで、最終的に博士号を取得した。また、第一次世界大戦に際しては、ジャーナリストとして、 ドイツ対フランスの最前線で取材している。1923年に石明は帰国し、北京大学校長、蔡玄梅の招聘に応じて、同大学教授に任せられた。1924年1月、中国国民党の結成とともに、第一期中央執行委員に選出された。同年、武漢主犯大学校長に任命されたが、間もなく、北京大学に復帰した。 石明は孫文が推進する三大政策には反対であり、1925年11月には反共右派の西山会議派に加わり、さらに上海で組織された同派国民党の中央執行委員に選ばれている。1926年からは北伐に参加し、平行商工停止に任ぜられ、翌年4月には上海流下平交渉省庁に起用された。 1928年に、石明は、湖北省に戻り、湖北省政府主席割地本の下で、建設町長長に任命される。この時、町地本と財政町長長、長男先と共に、湖北三欠と称された。しかし1929年5月に、町地本が新構成派の一員とみなされて、小解析の圧力で辞任に追い込まれると、石もやはりイゲアしている。 その後、医師は、武漢大学工学院院長に転じていたが、1930年12月から、石膏省政府建設庁長,長長を1年間務め、その後の1931年12月には、国民党第4期中央執行委員に選出されている。1932年3月、南京市市長に起用され、南京建設委員会秘書長も兼任した。 石の南京市政は3年に及んだが、1935年3月、日本から来訪した団体を飛行場まで出迎えるようにとの国民政府中央からの指示に抗議、市長を辞任している。1935年7月、石明は甲子院選挙部部長に移り、1937年12月まで務めた。日中戦争勃発もあって、その後湖北省に戻り、 再び建設庁長長に起用されたが、1938年秋に病気のため辞任している。翌1939年、湖北省臨時参議会議長に1943年12月4日、重慶にて病没。去年65。ありがとうございます。